なのかそっかそっか楽しんでくるんだよ吉野さん今から東京向かうのみきちゃんはなんでなんで今からあ逆行バス気をつけていくんだよ新潟か寒い新潟寒くはないのかなまだどうなんだろうでも大阪とかよりは全然寒そう そうあの天鹿野郎って言っちゃったホ <laughs> とさん天鹿野郎だったの今日 <laughs> 今日天鹿野郎さんがいたよって言っちゃった天鹿野郎 <laughs> あピューロランドに行くんだそっかそっかいいねいいね楽しんでくるんよ関西よりはちょっと寒いかそうかそうか上着持ってった上着持ってるかそら <laughs> そら持ってるか。 うーん夏は暑いのか冬は寒くてバラしちゃった違うの今日じじいさんもねあのユニークなお名前だったからさ <laughs> そうそうほとさんもいつもユニークなお名前だからさほとさんがいなかったらあのほとさんだと思ってたっていう話をしてたのよあそっかそっか明日は配信見れないそうかそうか楽しんできて。 ピューロランド楽しんできてせっかく行くんだからいいなピューロランドいいなこんばんは結構でもねいつもねそうバレテーラだったの今日じじイさん今日バレテーラだったのこの時間に配信するとねみんな 寝ちゃってるかなと思ったんだけどみんな今日頑張って起きててくれたのかなありがとうございますこぎみゅん先生によろしくなって <laughs> よろしく言っといてやってロンドさんありがとうナイスさつまいもありがとうあおかえり <laughs> おかえりありがとうナイテムでござるありがとうございます アドレナリンでもお家帰ってるのか？今日も可愛いですね。背景じゃない見ようとした。ところで背景見ようとした。ところで背景じゃなかった。口ペじゃないよ。ロペだよ。ええー。ロンドさん。カバタワー。へーびっくり。ありがとう。ロンドさんめっちゃ泣いてるです。もうね。どんどんあれだからね。 追いつかれちゃったら大変だからありがとうございますめっちゃのアイテムですたけこたけこコールはねロンドさんのもうねタケコ,コールロンドさんのたけこコールはもうどこにいても聞こえるから <laughs> どの会場でも聞こえるから MM さんレベル目ですあ夜の会だけでもありがとうもうお家帰ったカモカリさんはまだ帰れてない MM さんがレベル上がったねミキちゃんは上がってないねミキちゃんじゃない MM さんだなミ,ミキちゃんもレベル上がったわかんない武井さんのとこにはね MM さんしか表示されてないわ誰がサっぽん押しのホトポンやね <laughs> 叫ばせて切実 <laughs> ありがとうあ今日は泊まってから帰るのかいやでも本当にねすぐねわかるの <laughs> めっちゃロンドさんの声は通るからねすぐわかるよあロンドさんだって <laughs> <laughs> あ東京明日はどっか東京観光して帰るのかなあイベントもねイベントはねあの今ね3位です今3位で まあ2位の方と結構差はついちゃってるんですよねそうなのよ結構差がついちゃってるんですじじいさんはね今日はねあのお家で配信をご覧になってたみたいですよ握手会で叫びる一それはロリペイさんヨーペイ子さん時代のロリペイさん ああ、それはもう足むくんじゃう。足しっかりマッサージして。お風呂入ってなかったら半身浴もいいかも。もう入った、お風呂は。入っちゃったかな、さすがに。この時間だったら。あそっか。特に予ってないけど、最終的に梅田か難波で泊まることになりそうなのか。そっか、そっか。せっかくだったらね、あの、どっかね、韓国、韓国じゃない、観光とかね。 配信観覧じゃ <laughs> あマイヘアイズ旭川イズバットなんよあ行ってきました行ってきました楽しかったですかあ行ったかそっかそっか明日は午後からあライブに行くんだねみんな土日は忙しいねやっぱり <laughs> 土日はお忙しい皆さんそうだよホトさんの好きなクズイラーさんだよ今日は ほとさんの好きなクジラさんって言ってたよあおしさまのジッパー」が見れたのかでも最高だわいい夢見れそうだ「白流すクジラさん」<laughs> ライブいいなロリペイさんは大阪で行ってたじゃないこんばんはあそっ,そっかそっかそっか楽しめたみたいで何よりです皆さん いいねいいねやっぱ臨場感が違うよね明日大阪に行こうかと思って公演公演じゃないのかなこんばんはあはじめましてこんばんはありがとうございます来ていただきビギナーさんだ始めたての方かな ララポーと酒井まだないよ11月8ないよ <laughs> ちょっと気が早いな <laughs> 11月8日からなんよタズさんか誰かと思った T <laughs> でタズさんね <laughs> びっくりしたフォローしましたありがとうナイスフォローです <laughs> あっ0時になったらコンビニに夜食とジュース買いに行っていいよ何買うんだい お腹空いいたのかいまた来てねありがとうみきちゃんあそうなんだ大阪城のそっかそっかあっマンガン食べてないのか何どこのコンビニちなみにファミマゴス今から <laughs> 今からあそっか,そっかそっかそっかおしさんが でもねあのライブだったらもんばっちりだもんね前にも来ましたよ <laughs> いやなんかタズさんはもうタズさんで覚えてるから騙されちゃうんだよね <laughs> タズさんがいてくれてるものだと思って話してるからセブンイレブンに決まってるじゃないですか姉、ね、さんセコも言っとくよちょっと待って意見が割れてる <laughs> 餃子それは確かに4つだけだったらまだお腹空いちゃうね 一番近いセブンイレブンに決まってるんですかセブンイレブンだったらねカツ丼がおすすめですぜ兄さんセブンイレブンなカツ丼おすすめですぜ一番近いファミマにしとこうそれは喧嘩売ってるね多分喧嘩売られてるよ多分こんばんは 皆さんもしよかったらねお星様のご協力いただけると本当に嬉しいです。今ねただいまイベントまだ折り返しにはいけてないんだけどイベント中でして <laughs> イベント中でしてお星様がすっごい大事になってくるのでもしよかったらご協力いただけると嬉しいです。あとはねカウントっていうのがありまして、あのー、1から50カウントしていただけるとねめっちゃめちゃ助かります <laughs>。 イベントねポイントにね加算されるんですよあこんばんはファミマはやだねそれはじゃあやだ一番近いララポートないって言ってたじゃん <laughs> ないって言ってたじゃんロンドさんありがとうナイスハートですありがとうございます MM さんもいっぱいハートありがとうございます1から50のカウントもよかったらありがたいな ぜひお願いしたいところではあるな多分この時間だから忙しい方もいっぱいいると思うんだけどロンドさんロンドさんがめちゃくちゃハートしてくださってるよありがとうナイスハートですこの時間からの飛行機は大変だな今日も一日お疲れ様ありがとうみんなねぴょんぴょんしてくれてるからね多分お星さまみんな送ってくださってるんだと思うありがとう本当に。 0時時過ぎるとねまたお星様黄色のお星様いただけるみたいなのであのその黄色のお星様ももしよかったら送っていただけるとありがたいですカばカリさんレベアメですナイスレベアメありがとうナイスそしてだるまもありがとうロンドさんありがとうハートありがとうございますりょうたくんもナイスだるまありがとういやーまいったね森子さん <laughs> それ森子さんってこと 涼太くんありがとうナイスだるまありがとうございます森があるじゃねえか <laughs> 森があるってことは何もないってわけじゃないもんねありがとう涼太くんナイスだるまさんありがとうございますロンドさんもいっぱいありがとうハート涼太くんレベル上がってるよナイスレベルおめありがとうございます 君が100個もだるまさん送ってくださってるありがとうナイスだるまありがとう森はたくさんあるありがとうロンドさんめっちゃハート送ってくださってるありがとうほうほうほう星集めにいてくれてたのかうーんうん言うじゃない <laughs> 言うじゃないゲスト出演してたって言うじゃないえ何実られてる <laughs> 住宅地にキ,キツネが現れるからディスられてるキタキツネはねまだまだ見たことないんよあ思わず話し込んじゃったあら <laughs> 長居しちゃったありがとうロンドさんめっちゃハート送ってくれてるよありがとうナイスロンドさんハートありがとういっぱいありがとうございますめちゃめちゃありがとう めちゃめちゃありがとうっていう日本語変だけどありがとう <laughs> いっぱいハート送ってくださってるわよありがとうロンドさんナイスめちゃくちゃナイスハートですもう3回も見てんのキツネって冬場もいる冬場はもうかくれんぼしてるかくれんぼなんだっけこういうのかくれんぼ冬になったらかくれんぼするのなんだっけ動物がかくれんぼすることなんて言うんだったっけなんだっけそれ浜野 レベル上がってるよナイスレベルめいっぱいハート送ってる,く,でつってるくだすってるくだすってる武井ありがとうロンダさんハートありがとう浜野さんもいっぱいハートありがとうございますあピロピロさんめちゃくちゃスタイルいいよ家から1キロ圏内にキタキツネが出現するのすごいよね動物園やん500個も送ってくだすってるよ ありがとうナイスハートです、ロンドさん。ありがとう冬眠だ、それそれそれ <laughs>。それそれそれ、冬眠しないのキツネありがとう、ロンドさん。めっちゃハート送ってくださってる。ありがとうてっちゃん、レベル上がってるよ。ナイスレベルおめえ。ありがとうございます。みんなありがとう。うん、かくれんぼ。<laughs> 間違えた間違えた。それそれそれ。冬眠冬眠。<laughs> あ逆に活発になるんだロンドさんありがとうございますナイスハートありがとうなんかあれだね可愛い表現しちゃったねアイドルかと思ったアイドルみたいな表現しちゃった 50m 圏内家に侵入することはないでもリスもいるんだよね <laughs> リスも見かけるんじゃなかったありがとうロンドさんナイスハートですありがとうございます めっちゃんのアイテムです。ありがとう。鬼？涼太くん？涼 <laughs> 太くんが探しに行く？えリスとかは懐く懐かない？家芸人です。やめてよ。急に現実に引き戻そうとするのやめて。<laughs> ありがとうロンドさん。ナイスハートです。ありがとうございます。ありがとうめっちゃハート送ってくださってるよ。ありがとうございます。 アライグマはうちの近所いるの。アライグマはうちの近所にいるん <laughs> よ。クマクマクマって本当に危ないもんね。クマ本当に危ないからな。おでん虫さんもありがとうカップケーキありがとうございます。ナイスケーキです。ロンドさんがもうずっとハート送ってくださってるよ。ありがとう マウント取られちゃうマウント取るようちんとこはイタチもいるからね <laughs> イタチもいるしアライグマもいるからねタヌキもいるからね私って自慢じゃないけどタヌキに靴盗まれたことあるから <laughs> 本当に靴片っぽ盗まれちゃったんだロンドさん1000個も送ってくださってるしんどい <laughs> 今と一生懸命押してくれてたよねありがとういっぱいありがとうございますモールボットもいるからねうちんちには のラムちゃんお腹空いてる時泣くんだけどさたまに片手間に泣く時があるのよなんかねいつもねプイ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 ってこういう感じでねこうやってなんか立つの立てるのモルモットって立ってこうプイ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 ってあのエサエサエサって言うんだけどたまにね見てない見えてないラムちゃんから見えてないとこに私がいてラムちゃんからはえ私からはラムちゃんが見えてる場所とかあるんじゃないですかそういう時はねこうやってね ぽい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 。寝ながら、寝ながら言ってんだよね。あのー、騒いでるふりしてる。<laughs> 片手間に泣いてる時があるんだよね。見てないと思って。サボってる時がある。餌ちょうだいよ。あの、なんか、あげたのに言うんだよね。<laughs> ああええー、ありがとうアイスくれたよ、服部さんが。ありがとうナイてムです、はっとりさんレベル上がってるよ、そして。ナイスレベル目め餌 <laughs>、うん餌 <laughs> ありがとうございますナイテムですありがとう眠いのかな知恵,知恵だよ悪知恵が働いてるんだよね多分 <laughs> 学んでるんよラムちゃんそういうことするからでも最近ラムちゃんね好きな食べ物が変わってあのちょっとキャベツが あのレタスかレタスがお高くなってきてキャベツにシフトチェンジしてそっからのあの白菜にシフトチェンジしたんだけど最近白菜ブームがすごいですあのめちゃくちゃ白菜ハマってるよラムちゃん来い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 プ,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 プイ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 外出れる自信でもう諦めてご飯食べずに寝るもう <laughs> 食べるのやめる食べないでおくでもそういうわけにもいかないんお腹すいちゃあのラーメンとかはないのあの カップ麺とかあきゅうりはねきゅうりも食べてるきゅうりも食べてるあ暇ひまたいだよどうみんなお星さまこれは自動的に入ってくるのかなお星さまは自動的にゲットできるのかな来たお星さま <laughs> ゲットできたみんな生の白菜はねあんま食べたことないかも私結構あれかもあのー、入れちゃうあの鍋とかに入れちゃうあけんたろうさん ありがとう自動で入るあありがとう皆さん、もしね、もしよかったらなんですけどね、暇またいだらね、お星様がゲットできるみたいなので、お子様送っていただけるとね、ありがたいです。今、イベント中なんです。ありがとうサカッチさんナイスハートですありがとうあ、自動で増えてたありがとう黄色いの10個来たー <laughs> <laughs> この時間の配信大事だね明日もしようありがとうさかっちさんいっぱいハート送ってくださってるありがとうコールスローって何混ぜるのマヨネーズありがとう100個も送っていただいてありがとうございますナイスハートですありがとうさかっちさんアイテムですありがとうみんなお星しさまもありがとう この時間の配信確かに大事だね。教えていただいてありがとうございます。サカッチさんがカップケーキも送ってくださってる。ありがとうナイスカップケーキありがとうございます。あ少々お待ちを。少々お待ちを <laughs>。ありがとう。そうだね。明日も今日と同じ時間にしようかな。ね、土曜日、じゃあ日曜日だし。<laughs> 全然嘘ついたわ。 明日も十二時半から一時十分で八時からと二十三時四十分からの配信にしようかな。あ健太郎さんがカバさん送ってくれてるありがとうナイスカバさんありがとう健太郎さんアイテムです。明日もこの時間でいこうかな。エメラさんレビオメーありがとうナイスレビオメです。 どううなんだろう平日とかも8時でもいいのかな8時の配信明日はねノーお話し会デーなんだよね <laughs> 実はノーお話し会デーなんですよ次はねあの一応後半一応後半お話し会後半のお話し会を来週の日曜日にあのひっそりと開催させていただこうかなと思っています明日は脳お話し会デーだね前から言いたかったんだけどピアスにやってるありがとうこれこのちっこいやつ これこれこれずっとついてるよねこれ <laughs> これずっとつけてるのはね理由があってね取るのがだるいっていうだけなんだよねこれ <laughs> ネジなのこれネジのピアスなのだからねここがさネジで取り外しがちょっと面倒くさいんだよねこれ <laughs> あとねゲージが太いんだよねかわいいでしょあの109で買いました 渋谷109あないから多分来れると思われお待ちしておりますぜひぜひ遊びに来て前から言いたかったの結構前じゃないこれだってあの東京に住んでる時に買ったもん <laughs> 結構前だよ1年ちょい前これゲージがね結構太いんだよね太めのねピアスのあれなのよいやそんなんいらん普通にくるくる回したとれるんだけど なんかお風呂とかで外れちゃうのがめっちゃ嫌で私ギュッてめっちゃきつく締めてるから取れないんだよね全然 <laughs> でもなんか別にそんな取らないといけないわけじゃないからいいかなあ今ねどうなってるんだろうしてないと思うしてるのかな変えることには変えるとは思いますどうなんだろうね 6, 6ミリなのかなどれぐらいそんなないと思うどれぐらいのゲージなんだろう何ゲージかな なんかね細いやつだったらすぐね軟骨骨閉じちゃうから骨ってすごいね戻ってくるんだよ <laughs> 骨って結構穴開けてるけど結構戻ってくるんだなっていう人類の不思議を感じてるよピアスであ錬金公園懐かしいねだから結構太めのピアス最初痛いんだけどねあの最初めちゃくちゃ血出るの <laughs> これ刺す時ね私が多分 あの開けたてとかでこういうことしちゃうから悪いんだけどガッて刺すからめちゃくちゃポタポタ血出てくるんだけどあのこれ刺しとくとね閉じないんですピアス 10mm もないよそんなにない <laughs> 無限軟骨の唐ら揚げは嫌だな結構グサッていくからあれなんですけどこれ結構お気に入り可愛いよね蝶々あのイメージはね「鬼滅の刃」の古蝶忍さんイメージでつけてます <laughs> <laughs> 実は実は胡蝶さんイメージでつけてたっていうピアスですあ全部閉じちゃったピアスほっとくとすぐ閉じるよね私も軟骨1個しか入らなくなった15個空いてたのに <laughs> 1個しか入らなくなっちゃったまさか109で買ってないよね109で買った ギャルのお姉さんが接客してくれた <laughs>。めちゃくちゃギャルのお姉さんが接客してくれました。十五回言ってたマネージャーさんに切り取り線みたいだから、やめなさいって言われました <laughs>。本当にね。ここに全部、ここからブブブブブブブって全部つなげてたら、切り取り線みたいになっちゃって、耳が。 ほぼ穴 <laughs> 本当に切り取れるんじゃないかなってちょっと思いましたねさすがに言うんでも言われた「アイドルやで」ってアイドルやで切り取り線みたいになってるよってなんか謎のねあれだね犯行意識だよね謎のピアスに現れる「15の夜盗んだバイクで走り出す」 そんなことしたことないけどね。チョリース、チョリース、そうハサミのそあそう使わずに切れるやつあのなんか長めのねお菓子とかの間の <laughs> ね長いつながってるお菓子あるじゃないですか <laughs>。中から何出てくるのかちょっと想像したくないかもそれは <laughs> その想像はあまりしたくないかもしれないな。 突然の <laughs> 突然の尾崎豊さんえっ亮太君は行ってないん <laughs> ちなみに行ってないのそもそもねバイクには乗れるわけがないよね自転車に乗れないんだから <laughs> 自転車に乗れない人はバイクには乗らん方がいい気がするさすがにさすがの武井さんでもそんな気がしてるよ単品空いてないんだよね私単品 <laughs> はさすがに開けなかったよ ホラーにななるよね怖いよねね怖いい考えないでおこう誕生日おめでとうありがとう先週1 <laughs> 週間ちょい経ったけどありがとうバイクだけにブンブン <laughs> お腹も空いて寝れない頑張ってじゃあ立ち上がるんだ立ち上がるんだ亮太くん立て立つんだ亮太あ明日のジョーみたいになってる実はもう誕生日じゃないんだよね <laughs> もう過ぎちゃって、二十四歳になっちゃってる。ありがとうございます。ナイスお星様。ありがとう。ひろみさん、ひろみさん、どういうこと、どういうこと。じじいさん、ありがとう。ナイスハートです。ありがとう。今ね、あの。あのイベント中なので、もし、あのお星様。 送っても大丈夫だよって方お婆さ送っていただけると嬉しい所存でございますありがとうじじいさんナイスハートですありがとうもしかして24もうもう24もしかしてめっちゃ怖いでしょもう24あ中川のひろみさんのことか今一瞬出てこなかったごめん本当に申し訳ないライダーヒロリンさんってことは98年生まれ平成10年生まれ ありがとじじいさんナイスハートですありがとうめちゃくちゃハート送ってくだすってるありがとううん今の配信はね土曜日の方に入ってるみたい土曜日の日またぐ前に開けたやつは日またいだとしても土曜日側にカウントされるんだってごめんこれはたっくん怒っていいよこれは怒っていいよ久々にやったなこのくだり じじいさんありがとうナイスお芋ありがとう超えてない超えてないまだ超えてないよ。今日はね、404040 40 40だから、超えてない超えてない。まだ超えれてないよ。ありがとう、ほとさんナイスペンラありがとうじじいさんもありがとうナイスカップケーキですじじいさんレベル上がってるよナイスレベおめありがとうほとさんもレベル上がってるよレベチナイスレベチ サカッチさんありがとうナイス流れ星ですシューティングスターナイスありがとうジジー様ありがとうナイスペンラありがとうございます !404040 40 40 40そうそうそうでこれのこの配信が20分までで2時間ちょうど超えてないだから超えてない超えてない土下座でえ重いな。 なんか A でみたいな A での A でのノリが重いな。うん？合ってるよね。二時間今日二時間以内に配信収まってるよね。なるほど合ってる？やらかしてないよね。合ってるよね。ねやらかした？竹やらかしてない？いける？いけてる？何怖いこと言わないでよ <laughs>。 やめてよビビるじゃんただでさえやばいなって自分バカだからちゃんとしなきゃって思って思ってんのにやめてよ <laughs> バカな自覚ある人をビビらせるのはよくないよショールーム難しい <laughs> やめてよ本当怖い怖い。 武井さんも結構ねこの時間になってお腹空いてきたさっき夕方シャワー夜配信の時ねまあまあお腹いっぱいだったんだけどもうこの時間になるとお腹空いてきたアバター来たアバター来たよ来た来た来た化粧がいつもと違うあと前髪も違う <laughs> 3週完了ありがとうございますナイス3周ありがとうあとね化粧もねちょっとね 濃くくししたたいつもよりあと眉毛を太くしたどう <laughs> なんかね眉毛細くしてて前の化粧してたのねそしたらお母さんに「なんか老けて見えるから眉毛太くし?」って言われてあの太くした結果がこうなりました「お母さんお母さん直伝」「いつもよりほくろは多くない」<laughs>「とりあえず起きて頑張って気づいてしまった何不正になってるんだが」 絶対死のうとかそういうこと言ったでしょこの年だと三週はバテバテよもう <laughs> この時はもうこんな三週なんてもう疲れちゃうってそれ直伝母が眉毛太い方がいいなんか頑張って眉毛描いたのでもなんか眉毛濃くなっちゃうから昨日眉毛も脱色して描いた 脱色してからのクソって言ったんかク <laughs> ソって言ったんかいいじゃん些細なことにも気づくことはいいことないよ女性の些細な変化太った以外の些細な変化を気づくことはええことないよ <laughs> 太ったに限りよろしくないけど太ったって言われた瞬間もげんこつがここまで来ちゃう 配信ししなながらは脱色してないよ <laughs>、ね、寝る前に普通に脱色した女毛クリームはね間違わなかったよあ参3周しましたありがとう鎌りさんナイスです目力強く見える <laughs> キリッとキリッとさせようかなこんばんはありがとうございます来ていただいてありがとうやっぱり寝ることにした 明日朝いいっぱい食べよう朝ごはんお昼ご飯明日のご飯を楽しみに寝ましょう私はポテチ食べるけど多分 <laughs> 私多分ポテチ食べてからだねポテチ食べないと寝れないっていう怖い怖い体質になっちゃったからあそうよね明日お仕事お仕事休みって言ってたかそっかそっかゆっくりできるのか投資しないで <laughs> みんな寝ることを。 あその時はね脱色してた <laughs> その時は脱色してたねロリペイさんレベル上がってるよナイスレベチ丸くなった時丸くなったはなんかあれじゃんいいことっぽくないじゃがりこ食べるんだねいいねいいね何味だろう合法のポテチしか知らないよ竹井は深夜のポテチはダメってことあしたお仕事かあそういうことか 予定の話か明日お仕事なんかそりゃもう寝た方がいいかもしれないねそれは朝早いのか極寒な地で寝ていいのか <laughs> 春が来たさんありがとうナイス流れ星ですちょっと丸くなった、ね、それはダメだねちょっとはダメだね <laughs> それはダメだねでかくなったはダメに決まってんじゃん NGNG 推しキャラなんで推しさんの。 チーズ味美味しいよねいいなギルティー <laughs> 白杖入れないでってあそっか飲み物買いに行くのかまあその時にね軽食でもね <laughs> なんかパンとかでもね買えたらいいな白丸白丸ってあれあごめん違うかもしれない思ってるなの アザラシの白いやつ違うな白たんかこれ違うなホトさんありがとうナイス流れ星ありがとうございますナイテムですあ飲みたいお酒ではないジュースビッグボディタケイさん <laughs> 言っておけ。 ノー,ノーだよそれは NZ だよ OK じゃないよ全然 NG だよ玉川の玉ちゃんアザラシじゃないのかじゃわかんないしろたん、しろたんわかんないなじゃちょっと18分になったら一旦ランキングの方を読ませていただこうかなと思いますウォッカなの <laughs> お酒あ強いやつ体温めるってこと恋心 <laughs> 恋心芽生えちゃってんのかじゃあそれはもう余韻に浸ってゆっくり休んで明日そして頑張ってねもう疲れがね溜まっちゃってるかもだけど明日頑張ってくださいなあ飲まない派かレッドブルだもんね <laughs> レッドブルって言ってたもんね 竹井のリアルイベントはね今しばらくはないかなちょっとね本当は11月にしたい予定だったんだけどちょっとアクシデントがありまして <laughs> アクシデントがありましてちょっとまた企画頑張る <laughs> アクシデントがあったからねちょっとまた一から企画頑張ります <laughs> そうなんだよねそうこのアンバサダーに選ばれるとリアルイベント ふうなことが起こるのよ。mc をさせていただけるっていう。ララポート堺でね。じゃ、ちょっと一旦18分になったから、ランキングの方だけ先に読ませていただこうかなと思います。行きます。13位ジジイさんです。ありがとうございました。12位てっちゃんです。ありがとうございました。11位パンメさんです。ありがとうございました。 10位、春が北さんです。ありがとうございました。9位、吉野さんです。ありがとうございました。8位、マッキーさんです。ありがとうございました。7位、カマカリさんです。ありがとうございました。6位、ケンタロウさんです。ありがとうございました。5位、ホトさんです。ありがとうございました。4位、ジジイさんです。ありがとうございました。 さん、伊坂ちさんです。ありがとうございました。に服部さんです。ありがとうございました。1位ロンドさんです。ありがとうございました。はい、ということで、皆様ありがとうございました。あのね、11月大阪の予定だったのよ。ちょっとね。あの難しそうなんだよね。<laughs> <laughs> またねどっかのタイミングでイベントできたらいいな <laughs> できたらいいな本当にえっと明日の配信は今日と同じ時間から配信したいと思います12時半から13時10分までの配信と20時から20時40分までの配信と23時40分から0時20分までの配信にしたいと思いますえー、っとね はい。イベントがね、どうなんだろう ?2 位の方とはね、結構ね、差が開いちゃってて。どうなんだろうでもね、まず、まだね、今のところね、この結構なバチバチのイベントの中で3位の、3位以内に入れ、入れているので、このままね、3位以内は絶対に死守していきたいなと思います。みんな、ね、今日、ライブとかもあったからね、忙しい。 だだったたととは思ううんですけど遊びにに来ていいき本当にありがとうございましたまたねちょっとイベントの方もね質問があったんですけどどっかのタイミングでねあの会えるイベントが会えばあを作れればいいなと思っている所存でございます。<laughs> はいということで皆さん夜遅くまで本当にありがとうございました。また明日ねおやすみなさいありがとう また明日ねありがとうございましたまた明日からも頑張りましょうありがとうございました